それでは法政大学行ってみたいと思います。本日の英文法は4択問題10問1問ずつ考えていただきたいと思っております。そして画面はですね、問題を解いていただいて、その後ホワイトボードで解説、こういう感じで行ってみたいと思いますので、一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、一つずついきたいと思います。皆さん、選択肢4つの中から正しいものを1つ選ぶと、そういう問題でございます。まずは問いの1番お願いします。皆さん、これはこのあたりの熟語でいけそうですね。 cannot afford ときたら to 不定詞の4番ですよね。 to be する余裕がないと、そういう意味の熟語でよろしかったかと思います。で、皆さん、1番みたいに to have 過去分詞にする必要性は全くないですからね。で、皆さん、少しコメントするところがございますので、この後ホワイトボードに画面を切り替えますね。さあ皆さん、問いの1番でございます。もちろん熟語の知識で cannot afford to be、 to be する余裕がないということでよろしいかと思いますが、皆さん、押さえていただきたいところは実はこれでございます。金銭的な余裕でございます。ですから、単に余裕がないで終わらせてしまうともったいないので、金銭的というところを意識しておいていただけますと、長文なんかでヒントをくれる可能性もございますので、一言コメントだけさせてくださいね。皆さん、問い1番こうやって書き出しましたが、問い2番以降もこの後書き足していきますので、今は皆さん見ておくだけで大丈夫ですからね。まだノートに移さなくても大丈夫です。さあ皆さん、続いて問いの2番お願いします。さあ皆さん、これ文頭リメンバーということで、動詞の原型から始まっております。ということは、皆さん、命令文と呼びましたね。つまり、うにゃうにゃしなさい。じゃあ皆さん、それをいつするんですかと言われたら、うにゃうにゃしなさいって言われてるわけですから、これからするんですよね。つまり未来の内容ですね。で、皆さん、空所の直前見ていただけますと before、 皆さん、これは時や条件を示す副詞節のサインでしたね。あとは、あの原則を思い出せば良さげですね。時や条件を表す副詞節の中では、未来の内容であったとしても現在時制、つまり空所には現在時制を含んでいる選択肢、それを選んでいただけるとよろしいかと思います。ですから正解は1番ですよね。で、皆さん、この後ホワイトボードに行きますね。さあ、皆さん、問いの2番でございます。先ほども出ました、時や条件を表す副詞節の中では、未来の内容であったとしても現在時制で表記する。それの原則は皆さんご存知でしょうか？で、皆さん、もし知らないという方のためにですね、これの解説動画はすでに存在しておりますので、そのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。もしこの後お時間よろしければ、ご視聴よろしくお願いいたします。サミさん、続いて問いの3番お願いします。皆さん、これは空所左側 last night、 これ間違いなく過去時制のサインですよね。ですから現在時制を示している、まず選択肢の3番が×ですね。そして皆さん、過去の一点でございますので、4番過去完了になっている段階で×ですね。で、皆さん、1番か2番かということですが、皆さん、1番、マストハブ過去分詞。意味は、うにゃうにゃしたに違いない。そういう意味でしたね。で、皆さん、その選択肢の1番をもし選んでしまうと、この層の左側、お母さんが昨晩いませんでした。だから私は夕食を自分で作ったに違いない。因果関係成り立っていないですね。一方、皆さん、選択肢の2番であれば、夕食を作らなければならなかった。ですから、お母さんが昨晩いなかったわけですから、夕食を作らざるを得なかった。原因、結果、因果関係バッチリですね。ですから、選択肢の2番が正解ということでよろしいかと思います。それじゃあ、トイレ3番でございます。皆さん、マストハブ過去分詞が出てましたね。うにゃうにゃしたに違いない。で、皆さん、助動詞の後ろにはハブプラス過去分詞。その形で皆さん、時制を過去にするという話がありましたね。皆さん、それを知らないという方も実際いらっしゃるかと思いますので、それに関する解説動画もすでに存在しておりますので、そのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますね。さあ、続いて問いの4番お願いします。皆さん、これは空所の左側、これですよね。皆さん、レッドを見たら SVOC、第5文型を想定すればよろしかったですね。つまり、ゼムのところが目的語。で、空所のところが保護。あとは皆さん、その保護の形、どれが選べましたかと言われたら、もちろん正解は4番ですよね。保護には動詞の原型を置けばよろしかったですね。もちろん選択肢1番、過去分詞とか2番、ing、3番、to 不定詞はそもそも存在していませんからね。ですから4番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、
後の4番でございます。もちろん、レッドを見たら、第5分形。SVOC を取りましたね。そして、保護の形は動詞の原形のみ。これを知ってるかどうか聞く問題でございました。ただ、それを知らないという方のためにですね、やはり概要欄にリンク先貼っておりますので、参考なさっていただけると嬉しいかと思います。さあ、皆さん、続いて問いの5番お願いします。皆さん、これは、あなた持ってますかに対して、私持ってますと。そういう対応してるわけですから、空所にはこれですよね。A dictionary。これに対応する選択肢を選んでいただけるとよろしいかと思います。で、あと皆さん思い出すだけですが、ディクショナリーの左側にあがついてますよね。で、皆さんあがついてるということは、不特定。そのサインでしたね。で、選択肢の中で不特定を表す表現と言われたら、もちろん2番ですよね。ですから選択肢の1、3、4、それとかあれとかという表現でございますので、特定できるときに使うものですからね。ですから、不特定ということで、2番が正解ですね。それでは、問いの5番は代名詞の問題でした。先ほどもお伝えしましたが、特定できる名詞を表す場合は、it とざっと。そして、特定できない名詞の場合は、one ですからね。この違い分かってるかどうか試す問題でございました。それでは、続いて問いの6番お願いします。まず2番と3番見ていただけるとよろしいかと思います。もちろんご存知かと思いますが、so as ときたら、後ろは to 不定詞ですよね。ですが皆さん空所の右側には to 不定詞ございませんので、2番、3番、×ですね。あとは選択肢1番と4番ですが、ちょっと話変わりますので、色分けさせてくださいね。で、皆さん選択肢の1番の so that。皆さん so と that がくっついている場合は、うにゃうにゃするためにという目的を表しましたね。ですから、もし1番選んでしまうと、我々がほとんど立ち上がることができないようにするために疲れました。という話になりますので、意味内容上成り立たないですね。で、皆さん選択肢4番であれば、我々は疲れていたので、ほとんど立ち上がることができませんでした。因果関係バッチリですね。ですから4番が正解ということで、よろしいかと思います。それでは、問いの6番は、2つのそうざっとがポイントでございました。ちょっと皆さん書き出してみましたが、そう、うにゃうにゃざっと、てんてんてん。これはとてもうにゃうにゃので、てんてんてん。程度を表してましたね。そして、そうとざっとがくっつくと、後ろから訳していただいて、B するために A ということで、目的を表してますからね。ですから、この区別をしっかりできると、全く問題はないかと思います。さあ、皆さん、続いて問いの7番お願いします。これは熟語の知識でいけるかと思います。後ろ back。これとセットで使うものと言われたら、もちろん1番ですよね。bring 目的語 back。目的語を持ち帰るということでよろしいかと思います。ですからこれはもう熟語の知識で一発ということでよろしいかと思います。それでは問いの7番は熟語の問題ということでよろしかったかと思います。もちろんこれですね。bring 目的語 back。目的語を持って帰る。まあ、もちろん、ブリングは運ぶというイメージでございますので、そのイメージがあれば、この持って帰りにつなげるのは難しくないかと思います。ということで、次の問題に行きましょう。さあ、続いて問いの8番お願いします。これは文頭の if と動詞の過去。で、あの選択肢が目に入るわけですから、皆さん1番でよろしいですよね。助動詞の過去でございます。ですから、文頭 if があって、動詞の過去弁と。そしてさらに1番助動詞の過去を使っていただけますと、仮定法過去ということでよろしいかと思います。それでは問いの8番は仮定法過去ということでよろしかったかと思います。形はこういう感じでしたね。もちろん解説動画はすでに存在しておりますので、概要欄にリンク先貼っつけておきますからね。ただ皆さん、こういう形になんでなるのかをご存じない方は、できれば解説動画ご覧いただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの9番お願いします。皆さん、これは空所の左側、関係代名詞ですね。で、その関係代名詞の後ろ、どの選択肢を選んでいただいても、SV が続いておりますので、このパターン皆さん、連鎖関係詞という名前がついた情報ありましたね。ですから、今のところどれでも大丈夫そうな感じがいたします。で、少し話変わりますので、色分けさせてくださいね。で、皆さん、この緑の線引っ張ったところを見ていただけると、VS の順番、つまり統治が起こってますよね。
で、ジャミさん、統治を起こすことができたかと言われたら、ちょっとダメそうですね。皆さん、思い出してくださいね。統治が起こるときは、まずは疑問文。皆さん、確かに疑問文のときは、統治が起こりましたが、文末にクエスチョンマークが必要ですからね。ジャミさん、今回、クエスチョンマークないですからね。ジャミさん、もう一つ。仮定法で if を省略すると主語動詞の順番が逆転できました。じゃあ皆さん、この文章中仮定法ですかと言われたら、そのサインが全くないですね。でも一つ、否定の副詞が先頭に出てくると統治が起こりました。しかし今回の文章、否定の副詞は全くないですね。ですから統治を発生させる理由が見当たりませんので、選択肢3番が正解です。さあ、トロ9番でございますが、2つポイントがございました。皆さん、1つは連鎖関係詞。皆さん、これをご存じないという方、これはいらっしゃるかと思いますので、これに関する解説動画のリンク先、これも概要欄に貼っ付けておりますので、理屈よく分かってない方は、後でご覧いただけると嬉しいかと思います。そして皆さん、統治の3大パターンですね。まあ、大きくこういう3つが有名かと思います。1つは疑問文。これは文末にクエスチョンマークがあるので分かりやすいかと思います。そして二つ目は、否定の副詞が先頭に出てくると統治が起こりましたね。もちろん否定の副詞ってのは not とか never のことでございます。そして仮定語の中で皆さんこういうのありましたね。if を省略すると主語動詞が逆転する、つまり統治が発生するということでよろしかったかと思います。ただ皆さん、先ほどの問いではこの3つどれも当てはまらないので、統治を起こしちゃダメですよね。ですから普通の SV の語順、そうなったら選択肢を選んでいただけるとよろしかったかと思います。さあ、最後問いの10番をお願いします。まず空襲の左が has worked、 完了形になってますね。ということは、期間を示す語句が必要でしたね。もちろん文末40年以上という部分がそれに当たるかと思います。で、その期間を示す表現、そのサインはこれですよね。ですからこれはもう一発で4番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、最後との10番はこちらでございます。では、期間を示す語句が問われておりました。もちろんその中で時間の長さを表す場合は4ということでよろしいかと思います。ということで、お疲れ様でございました。皆さん、全10問言ってみましたか？で、このホワイトボードの情報ですね。これは皆さん、法政大学に限らずですね、いろんな大学で問われる情報バッチリでございます。もちろん試験中に的中ということも十分起こり得ますからね。ですから皆さん、もし知らない情報がありましたら、この後ノートを取っていただいて。で、皆さんノートを取った後はこれですよね。皆さん赤シートで隠してスラスラ言える。それは頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、参考になさってください。